はいそれでは本日は令和5年度一級土木施工管理技士第二次検定過去問15年分のまとめを行っていきたいと思います本動画の解説資料は PDF にて販売いたします番組タイトル下の説明欄にリンクが記載されておりますの、ね、でそちらからご覧くださいそしてただいま一級土木施工管理技士の第二次検定平成20年から令和4年の過去15年分の問題2から問題11を書籍として発売しております値段は1925円でカラーは白黒 Amazon にて発売しております また、フルカラーバージョンに関しては、ノートで PDF 資料を発売しておりますので、そちらからご覧ください。また、メンバーシップ動画で過去問の15回分を配信していたり、あとはそれ以外にも各分野別の問題を行っていたりしています。さらに、無料動画で一級土木施工管理士の二次検定に向けての簡易的な取り組みも配信しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。それでは、今回の動画に入っていきます。まずはじめは、経験記述の問題になります。 経験記述に関しては、基本的には、品質管理、安全管理、そしてその他、この3つに分かれます。平成20年は仮設工、平成21年が出来型管理、そして24年が工程管理となっております。22年が品管そして23年が安全管理、そしてこの25年からもうずっと、品質管理か安全管理かという形になっております。まあ、結果から言うと、令和5年度に関しては、安全管理が3年連続で出るのか、もしくは品質管理が出るのかと、ここが非常に大きくなってくる部分になります。 なので、この二つは必ず覚えていただきたいです。そして、まあ、ダークホースとして、もしかしたらその他として、何かが出てくる可能性もあります。過去の10年間の割合といたしまして、安全管理が50%、品質管理が50%となりますので、必ずこの二つの例文は作成しなければいけません。3年ぶりに品質管理が出るかどうか、そして3年連続で安全管理が出るかどうか、11年ぶりにその他の項目が出るかどうか、それとは別に、環境保護や労働生産性など、新しいジャンルの問題が出るか、 こののようななものが非常にに重要になってきますそしてこのような品質管理や安全管理そして工程管理や出来型管理などまる管理というところは結構変わるんですけどもこの文言に関しては基本的には変わりませんあなたが経験した土木工事に関し次の事項について回答欄に明確に記述しなさい工事名工事の内容発注者名であったり工事場所工期主な講習施工料そして工事現場における施工管理上のあなたの立場 質問2に関しては、この〇〇に管理に関して具体的に記述しなさい。これに関しては、具体的な現場状況と特に留意した技術的課題、技術的課題を解決するために検討した項目と、検討理由及び検討内容、最後に、上記の検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価になります。ただ、安全管理に関しては、交通誘導員の配置のみに関する記述は除くというものになります。なので、このような 安全管理の対策、品質管理の対策、そしてその他の対策も、昨後、例文を覚えていただければ、出てくる可能性が非常に高いので、しっかりとこちらも作成していただく必要があります。続いて、どこの問題に入ります。どこの問題に関しては、穴埋め問題と記述問題に分かれます。今回、まずはじめにこの穴埋め問題から見ていきます。穴埋め問題に関しては、 この平成26年以降を一度見ていただきたいと思うんですけども、基本的には建設発生度の問題であったり、軟弱地盤の問題であったりします。この緑と青がよく出ているイメージがあります。令和4年度に関しては、情報化施工と新しい問題が出ました。なので、この穴埋め問題に関しては、建設発生度の問題であったり、この盛土の施工であったり、軟弱地盤上のとつく、このような軟弱地盤対策方法などが出てくる可能性が非常に高くなります。 またそれ以外にも構造物と盛り土の接合部分このようなものも2回出てきていますのでもしかしたら出てくる可能性があります今回令和5年度に関しては可能性として建設発生度であったり軟弱地盤対策などが出てくる可能性が非常に高くなります続いて記述問題に関しては基本的にこの軟弱地盤対策系のものがまばらで出題されておりますこのブルーがよく出ているということですね例えば軟弱地盤対策工法であればサンドマット工法やサンドドレイン工法 浸層混合処理工法、薬液注入工法、掘削置換工法など、さまざまなものがあります。また、この、記述問題に関しては、建設発生度が一度も出てきておりません。ただ、それとは別に、この、切りのり面という言葉であったり、のり面保護工、このようなのり面とつくものが結構出てきたりします。これですね。それ以外にも、穴埋め問題で出てきた、盛戸土施工中に行う仮排水であったり、構造物と盛戸土、このようなものが、まばらで主催されていたりするということですね。 なので、この、記述問題に関しては、軟弱地盤対策方法など、このような軟弱地盤対策を勉強した上で、それ以外にも、乗り面方向であったり、このような盛り土材料の固化材、盛り土と構造物の接合部分であったり、掘削底面の破壊現象面など、様々なものを覚えなければいけません。穴埋め問題よりも、記述問題の方が難しくなりますので、こちらは全般的に覚える必要があるということですね。続いて、コンクリート工事に入ります。このコンクリート工事の穴埋め問題、 およびこの誤りの訂正なんですけどもこちら令和4年度から一つずつ見ていくとコンクリートの打ち継ぎ目コンクリートの養生そしてコンクリートの施工全般ですねコンクリートの混和材料そしてコンクリートの品質管理コンクリートの構造物の施工型枠及び証拠の取り外しコンクリートの現場内運搬コンクリートの打ち込み締め固めそしてコンクリートの打ち継ぎ養生とこのように続いていきます結論結構出ているのがこの打ち継ぎ目と言われるものであったりあとは養生ですね ここら辺がよく出ております。ただ近年に関しては、このような鉄筋のスペーサーであったり、防制処理、鉄筋系、そして型枠系がなかなか出てきていないので、もしかしたら出てくる可能性が非常に高いです。なので、このコンクリート工事に関しては、この打ち継ぎみであったり、養生、混和剤、そのコンクリートの施工の全般、このようなものも覚えた上で、鉄筋や型枠の問題も覚える必要があるというものになります。続いて、記述問題ですけども、結論から言うとこちらすべてやっていただく必要があります。理由は、 令和3年、令和4年で一度もできていないからです。なので過去問から出題される可能性が非常に高いです。令和2年に関しては、コンクリートのひび割れの防止対策。令和元年に関しては、コンクリートの打ち重ね。打ち込み地、締め固め地ですね。そして平成30年は、コンクリートの打ちすぎ目。29が初中コンクリート。28が貫中。27が初中コンクリート。そして25年に関しては、初中コンクリートとマスコンクリート。24年が混和材料。 23年がコールドジョイント、初中コンクリート、初期当該、そして貫中コンクリート。このような形で、コールドジョイントであったり、初中コンクリート、貫中コンクリート、マスコンクリート、そしてコンクリートの打ち継ぎ目などが出てきております。そしてこの打ち込みと締め固めと言われるものが、このように令和元年と平成21年で出てきているので、このようなところをしっかりと勉強すれば、もしかしたら令和5年で出てくる可能性があるので、こちらもしっかりと勉強していただく必要があります。続いて、品質管理の問題になります。 品質管理の問題に関してはまずこの赤色系ですねピンクとか赤色系これが盛り土系の問題になりますそして青色系のこの文字ですねこれはコンクリート系になりますそしてそれ以外は鉄筋の加工この緑色が鉄筋の問題になりますこちらなぜこのように表したかというと基本的に盛り土がこの穴埋め問題で出たら記述問題がコンクリート系この平成28年で例えるとこの盛り土系が記述で出たらコンクリート系が 穴埋め問題で出ると、このように対になるということですね。平成29年は、森土系が穴埋めで出たら、この鉄筋系が、記述で出るというものになります。なので、このような法則を踏まえると、令和4年度に関しては、この森土系が問題5番で出てきていますので、もしかしたら令和5年に関しては、このコンクリート系が出てくる可能性があるという形になります。なので、この令和5年に関しては、レミコンの品質やったり、コンクリート構造物の非破壊検査、 例えば反発度法やダウン法、電気レーダー法、赤外線法、そして X 線法や電気誘導法、自然電位法などが出てくる可能性が非常に高いです。あとはレミコンの受け入れ検査系、そして鉄筋工の検査、このようなものが出てくると予想ができます。そして経験記述に関しては、前年この盛戸土の品質管理における試験・測定方法とコンクリートのひび割れ発生例が出てきておりました。なのでこちらが もしコンクリートと仮定すると、こちら側は盛り土が出てくる可能性が非常に高いです。盛り土に関しては、令和4年がこれが出ていますので、この盛り土の品質管理に関する試験名と測定方法は出てきづらいです。なので消去法でいくと、盛り土の品質規定方式、後方規定方式が出る可能性が非常に高いです。この盛り土の品質規定方式、後方規定方式に関しては、このように結構指定されています。これが出てくる可能性が非常に高くなります。 もしもり系が出ずにコンクリート系が出ると仮定するとコンクリートの構造物の劣化防止対策ですね塩害当該アルカリ四カ反応などこのようなものを答える問題が出てくる可能性が非常に高いですこのようなコンクリート構造物の劣化防止対策に関しては過去問からたくさん出題されておりますので出てくくる可能性が非常に高くなります。それ以外にも平成25年でストップしているもりの締め固め試験ですね作図計算問題が出てくる可能性もありますのでこちらもしっかりと覚えてください 続いて安全管理の問題になります。まずこの穴埋め問題に関しては、基本的には車両系建設機械による労働災害防止対策がよく主催されております。なのでこれは約2年に1回の間隔で出ておりますので、もしかしたらこの車両系建設機械が令和5年で出る可能性が非常に高いです。それ以外にも足場の点検時期、そして点検事項の安全準備であったり、ととめし歩行の安全管理、 明かり掘削作業の管理が久々に出る可能性が高いのでこちらもしっかりと覚えていただく必要がありますただこの地下埋設物と架空線に近接した作業や落下等による危険の防止措置このようなものは昨年出ておりますのでもしかしたら出ない可能性が非常に高いです続いてこの記述の問題そして誤りの訂正なんですけども令和4年に関しては労働災害防止の安全管理が出ましたこれは平成26年と25年と同じような問題になりますなのでもし出るとしたら この移動式クレーンの図を使った作業、もしくは、このバックフォー等での地山の掘削作業や床彫りの作業、このような図を用いたものが出る可能性が非常に高くなります。それ以外にも、明かり掘削作,作業であったり、試照工の組み立て、解体、型枠試照工や足場工の安全対策というものも出題されておりますので、もしかしたらこちらも出る可能性が非常に高くなります。このような記述問題に関しても、 よく似た問題が非常に出て多く出ておりますのでこちらもしっかりと復習してください続いて最後になりますこちらに関しては基本的に建設副産物か施工計画の立案もしくは工程管理が多く取材されております穴埋め問題で建設副産物が出たら施工計画の立案が出る可能性が非常に高いですこれも対になっているということですねたまに工程管理が出たりするということになりますまず今回穴埋め問題に関しては 結果から言うと非常に出やすいかなと思います。理由は令和4年で取材されていなかったので、令和5年で取材される可能性が非常に高いです。もしこの穴埋め問題の建設副産物が出た場合に関しては2パターンとなります。建設副産物のコンクリート解であったり、建設発生木材、アスファルトコンクリート解。これが4回ほど出ております。そしてもう一つのパターンは、建設副産物の適正処理推進要項の問題ですね。これが3回出題されております。 この2パターンだけとなります。また、施工計画の立案が出た場合に関しては、施工計画作成時の留意事項、これは1パターンのみになります。なので、もし出たとしたら、この検察副産物の2パターン、もしくは施工計画の立案の1パターンが出る可能性が非常に高いので、こちらもしっかりと覚えていただく必要があります。ただ、22年に関しては、マニフェストの交付と送付、そして平成20年では環境保全が出ております。 この環境保全と言われるものに関しては、基本的には騒音対策、騒音や振動対策になるというものになります。そして、工程管理なんですけども、基本的にはこの工程管理は3年に1回のペースで主催されております。23年に出て2年、あえて26、そしてこの時期だけ2年連続で被りました。ただ、28、29お置いて30年、そして、1、2おいて令和3年で主催されております。なので、令和4、令和5おいて令和6で出る可能性が非常に高いです。 ただこれも一応予想なのでもしかしたら工程管理も出る可能性があります。最後に記述問題に関してなんですけどもこちらは令和4年度で建設副産物が出ております。なので建設副産物が基本的に2年で連続で出たことはほぼありません。24年と23年が連続で出てるぐらいですね。なのでそれ以外に関しては基本的に出ていないので施工計画の立案、工程管理もしくは環境保全が出る可能性が非常に高くなります。 この建設副産物に関しては、基本的に現場内保管であったり、この作業省内において実施すべき事項、一時的な現場保管、収集運搬において実施すべき具体的な対策、そしてこのような一時的な現場保管、このような言葉がよく出てきます。そして施工計画の立案に関しては、令和3年は非常に難しかったんですけども、令和元年、平成28年、平成25年は基本的には同じになっております。現場組織表であったり、 施工方法、工程管理、使用資材、現場組織表、使用船舶、機械、施工方法、環境対策、現場組織表、使用資材、施工方法、安全管理、このようなものがよく主催されております。ただ、令和3年に関しては、契約書類の確認事項、施線条件の調査、近隣環境の調査、現場条件の調査、施工手順が主催されております。なので、このような令和3年であったり、令和元年、28年、25年の このような施工計画の立案もしっかりと覚える必要があります。令和5年に関しては、工程管理、環境保全、もしくは施工計画の立案が出る可能性が非常に高いので、こちらもしっかりと勉強してください。以上、今回6項目をすべて分析させていただきました。また、次回別の動画を上げていきますので、そちらもご覧ください。今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。